どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日はオキシゲンノットインクルード始めていきたいと思います。それで前回ですが、ちょっとしつこいけど何回もこの感動空間に達したので、まあジェットスーツはないので一本も出ませんけど、とりあえずここに物が、空気とかが捨てれるってことで少し改善されて、今酸素が足りないので次はここを掘り起こして、ここに部屋を作って酸素発生装置を作ろうかなと思ってる。あ、まず電気か。まず電気とトイレだ。朝になってトイレとご飯。あとは電気かな。そして電力の線をきちっとつないであげて、これで電力不足も解決しつつ、あとは酸素だね。急いでこっち作んないとダメだな。ここが完成次第もうちょっとだね。ここをどんどん作ってあげて、いや電気も危ないかな。でも止まった21サイクルか。この子たちも生まれたらしい。まあ、21サイクルまでにはどうにかしたいな。とりあえず酸素だけはどうにかしてあげたいな。もうちょっと。よし、そして、ここの計画だけど、ここが水に満たされて、行くわけだね。まずこっちの部屋を先に作った方がいいか。まず作るものとしたら、これかな？これ落ちないかな？大丈夫かな？それがすごい心配。全部で何段だっけ？1、2、3。3マス目にこれを作って、4、5、6、6マス開ける。3段目にタイルをつければいいですね。一応、計画としては3段目に、気流タイルでいいのか。そうだね。そもそもタイル、あ、いるのか。物を作るためにタイルがいるのか。こういうことか。ここもう解体してもいいような気がするよな。夜だ。よし。おー、いいね、電力。おー、すごい。進化したな、だいぶ。ここの二酸化炭素を処理できるのが一番すごいよな。一応この発電機が死ななくなったっていうのが大きい。そして朝とともに作業が始まる。
これだねー。そして水素発生装置だねー。これか。ここに置いてあげて、ドアをそこにしてこう置くから、1、2、3マス、4マス目まで。はしごが必要か。そろそろプラスチックのはしごとかいける？ 50 使うんでしょ？ 8000 あるんでしょ？結構いけるんじゃない？でもこんなところにはプラスチックのはしご作るぐらいなら、こういうとこ改造した方がいい気がする。え？改造しちゃってもいい感じかな、これ。え、ちょっと少し進展したからご褒美あげてしまいます。ちょっとプラスチック調子に乗って使っちゃおうかな。密かにコツコツ貯めてたからな。これででも登り降り早くなるんでしょ。これはしご解体しないとダメかな。上から作っちゃうんだ。ダメかな。これも解体して、ああ大丈夫だ、ちゃんと解体されるんだ。これで移動速度が、おお、一気にちょっとなんか進んできた気がする。作ってる場合じゃなかったか。こっち急がないと危ないか。これでこんなことしてる場合じゃなかったかもしれないな。でもこれ作ればここの作業が多少早くなるから、悪い発想ではないと思うんだよな。ハッチが 60%。餌大丈夫？大丈夫だね。ああ、二つ余ってるんだ。まあ、とりあえず掘っとこうかな。窮屈になったら一匹殺そうかな。あ、まずい、もう窮屈になってる。え？そんな。そしたら、いや、殺すの早いと思うんだよな。狭いけど、1、2、3マス。3マスあればいけるの、この機械って。1、2、3マス。ギリギリか、ここを天井として考えれば、もう1マスここに作れるか。ここも急いで、ちょっとハッチ牧場作らないとダメだな。ちょっとやることが。急に山積みになってきた。とりあえず皆さん不眠不休で。まあ悪くないでしょ、こういう考えも多分。一応ここドアにしとこうかな。いやー、どうしよう、ドア。ドアここにするんだったらこれやめて。こうかな。なんかすごい早い気がするな、気のせい。あ、すごいんじゃない、実はこのはしご。ちょっと感動する、本当に。ちょっと無理させすぎかな。食料も増えてきたのがいいけど。あー、やっぱり。わあ、そこで失禁されるの困るな。すごい困る。夜も鳴らすことになった、結局。いや、そこ困るんだよな、本当に。そこだけは困る、本当に。トイレを直して、そしてハッチを先に急ぐか。いや、でも削るの相当大変そうだな。間に合うか。
いや、どっちが優先だ。いや、でも、ハッチ窮屈。ハッチ窮屈なのって、どれぐらいなの？卵の生産性が。あー、繁殖率ゼロになるのか。いやー、何かを諦めるべきだよな、でもな。ちょっと、一匹間引こう。一匹。よし、一匹だけ間引こう。そして、応急処置をしつつ、はしごを作り、これは、こうか。ドアもあった方がいいよな。こうかな。そしてタイルも。あった方がよくて。みんなでフル稼働だな。頑張ってもらうしかない。鉄とか大丈夫かな、金属。あー、少ないね。誰？大佐？あ、関係ないやつだね。多分。大丈夫かな、塩水。水大丈夫ね。ここも大丈夫ね。あ、戦いの音か。バッテリーもまだ3つ余ってて。あー、そして。これだ、湿金のやつだ。黄色いやつが。塩水いる？いらないよね。絶対いらないと思うよ、これ。これで今これが完成していけば、え、これ届かないの？これめんどくさいな。ここまで行って掘り起こさないとダメか。よし。これも大丈夫。ああ、まあ一応動いてるね。ギリギリね。まああんまり欲張れない。もともとはなかったシステムだから。危険を冒してのシステムだから。とりあえずちょっとずつ捨てれてるっていうのがメリットかな。はい、そんなこんなで、夜も鳴らしていますが、ちょっと次回スタート時は休ませたいと思います。はい。それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。気になります。オオカミでした。アディオス、アミーゴス、またね。